鈴木さんがいいっつならいいんじゃないの。いいんじゃないの、点数が。あの別にセーブも何もつかないよ。こんな手離れてるのが。しかもフォアボール1個出したらみんなに餃子おごるんだよ。いいね、出せ出せ。すげえプレッシャーだ。いくらでも出して、うん、うちらから宮地がすげえボールでしょボールでしょ。味方がいなくなって。大丈夫、じゃあスタートに頼むよ。プロだったらさ、ハンだね、あのフライをさパーンと弾いて補給するときにさできんのかな。確かにこれこうやって取るなんかいるよね。はい、ドカベンでもあったよ。あったね、あったね。トノマン、トノマンかな。違う違う、今回はタコタがこうだからさ、どうなの。周りはだとこついてきますね。ここで取ろうとして、ここで取らずにここで取ったの。小川さん、今のドカベン見てる。見てるよ。見てる、うん。でも完全補給じゃないからスーパースターズトーナメント戦あのすげえ間に合った感じだけどさ。でも、ホームアウトなんでしょ。作業の G は出ないからね。俺もそれね、思った。ナイスイング、ナイスイング。手法いたじゃん。名前なんつったっけ忘れてたけど、作業出てこないね。作業、ジンですよ、ジン。ジンだ、そう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 。さあ、先頭バッター出ようぜ。あっちのさ、アシカガとかさ、そうなんだ、あっちはいるのにさ、まあ、ドカベンの話題になっちゃうんだろ。いいよ、いいよ、ナイスイング、ナイスイング。お前調べてんじゃん。お前知る。ワルボちょうどそこあたりに出してきてほしいんだよ。あとね、あのちょうどちょうどもうドカベンで40何巻のところはあとジンだけだよね、出てきてない。あれはゴロは。タニスというか。ゴロはね、ドモンの。もう阪神が。阪神があの今の選手のかけらがみじんもないじゃない。ベンチにベンチにカー君のベンチにいるよ。あの立ち読みするんですよ。今の選手のかけらが自信もないからなんか面白くないですよ。ゼロ何番とか背番号ね。だって何回ゴンザが阪神入ってんだもんね、うん、そうね。こらあるぞあるぞ、ありゃやっちゃうの。せめてやらないよ、半分くらいちょっと誰もいないもんね。誰もいないよね。藤原は甲子園だし、オリジナルチームも株だけだった株。人のチームもどっかは犠牲にしないとダメだよね。そう今思って。でもあそこ負けたでしょ。アイアンブックスが負けだったんだ。これはね、あそこが一番盛り上がってや。あのほら、俺って最初のビヨンドじゃん。そうだよ。いこういこう。オッケー。よし。キクちゃん長い。早いな。次の回にしようよ。大丈夫大丈夫。俺打てなくなっちゃうじゃん。回ってこない。